どうも、ポチです。レオです。マインクラフトをやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。前回はポチが作ったレオの家を見ていたと思うんですけれども、今日は、はい、レオが作ったポチの家を見ていきたいと思います。そうですね、はい、前回見せていただいた、うん、僕の家ですね。すごくね、いろいろ機能もちゃんと揃ってるし、うん、しっかりしてるし、うん、いやで、なんか自動扉でしたっけ。そう、自動にしてみました、はい、なんかすぐ出かけられるようにね、経験の差をまざまざと見せつけられたものとなりましたが、うん、だからほぼ初めて家を作るみたいなもんだもんね。そうっすね、はい、はい、もうなんかね、クリエイティブでやったとはいえね、四苦八苦ですよ。そうだね。うん、ただ結構時間かかったんでしょ。時間はね、結構かかった。操作がまずわかんないし。そうだね。まあね、本当素材を選ぶとこからとか、なんか思ったより結構大変だった。そう、あ、結構いろいろ使わないとダメなんだなみたいなのがありつつ、はいはい、ただあれですよ。なんだっけ、条件として挙げられてた、まあ僕も要望してたやつですけど、うん、オーシャンビュー。オーシャンビュー。っ言えてなかった。オーシャンビュー。はい。あと、かまどと、うん、チェストと、うんうん、で、あと、ベッド。うん。まあ、それがあればね、うん、なんとか寝たりとか、作ったりとかいろいろできるから、うん、お家が作りました。で、あと、あれでしたよ。君らがよく普段ね、うん、やってた、とかやってるマイクラとかはちょこちょこ眺めてはいたので、うん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 、湧き潰しってやつ。ろうそくじゃない、タイマーついてね、明るくしてくれないとね、中に湧いちゃうから、うん、大事っていうのは聞いてたから、うん、そこももうバッチリバッチリやりましたよ。はい、じゃあ期待して見ていきたいかな、はい、見ていただければ。はい、じゃあ前回同様、今またゾンビが出てきたら困るので、クリエイティブで、はい、ゾンビが、ゾンビじゃないが、ゾンビとかね、攻撃してこない設定になってます。はい、はい、では、じゃあ、このドアを開けて、そうですね。行けばいいですね。はい、開けます。はい。あ、また夜です、ね。また夜だな。前回も夜でしたね。はい。お、ほら、何これ。見て。え、これね、今回ね、ちょっと石で作ったんです。ちょっと、姫の城になるような感じをイメージし。おぉ、なんかクッパ城みたい。いや、ピーチ城のイメージです。ピーチ城なのこれ。まあ、ピーチ城も忘れてる。でも、お花も綺麗。ちゃんとお花の道を作ってね。すごいすごい。しかもこれあれなのね、ポーチって書いてあるの。そう。湧きつぶし兼ポチ。今分かった、こうやってると見てね。なんだろうと思って。誰の家か分かるように。最初あれかと思った。パックマンとかのさ、ここパックマンやるのかなと思いながら見てたら、あ、違う、ポチって書いてあると思って。ポチって書いてある。あ、すごい、うん、すごいじゃん、石だ、丈夫だね。丈夫でしょ、丈夫なんです。すごい。入り口も。そうです。かわいいし。じゃあ、そう、入っていいですか？入っていいですよ。扉もね、え？すごい、あ？あれ？すごい！オーシャンビューだ！暗いけど、ちょっと、うわ、丸見え！どうしよう！なんかこれ、ちょっと、祭壇？全面オーシャンビュー。全面オーシャンビュー。そうね、360度ぐらい。パノラマ。まあ、360度じゃないけど、まあ、180度はもう、ね、バッチリ、こう、周りからも丸見えだろうな。そう。そうだね。いや、すごいっすね。これ、あ、地下と上があるのかな？そうですね。どっち先がいいかな？一周あれでしょう、うん、広いって思ったでしょ。広い。え、でも広いよ。広いって思ったでしょう。うん。外との大きさの差ね。そう、これじゃさ、ハリポテみたいになってるじゃん。こっち側。でもなんか上にもなんかあるよね。まあ、ちょっとね、デカデカとね、うん、作ってみて気づいたんだよね。無理だな。ちょっと大変だなって。って。
まあ、でもちょっとこう。なんかこれすごい。なんか、やっぱり。ここで寝たらなんか魂持ってかれない大丈夫門構えは立派にしたかったから。はいはいはい。おでも、まあ、でも、要望はね、うん。要望を満たしてるでしょ。第一の要望はね、満たしてくれて。こう朝来るのはちょっと楽しみですね、これね。そうだね。明るくなったらもう一回見たいな。うん、見れると思う。どっちがいい？こっちと。どっち、上のがいいかな。上がいい？じゃあ上行きますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。上がっていくわけですよ。いいよ、これ。そうすると。あうわおぉチェストと。チェストあるじゃない。作業台。作業台もある。があるから。いいですね。ここが、あれですよ。物置いろんなものを入れてね。そうそうね。感じです。はい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 。倉庫的な。そう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 。またあるよ、上。で、これはね、もうあれですよ。僕のね、プレゼントみたいなもんですよね。言うたら。プレゼント？そうです、そうです。よいしょ。ここ、おいって。おいって。おいっこしょ。上がると、これ、ね、さっきの上。あ、一番上だ。一番上に来たわけです。はいはいはい。うわ、高そこから、うん。下を、うん。え？まあ、これ、最悪落下死するんだけど、落ちると、なんと、ここにも、ポチって書いてある。ポチって書いてあるカタカナで今度。え、気づかなかった。気づかないでしょ。俺、脇つぶし剣、ポチ。すごい。どこまでも、ポチの家だってことを主張する。そうだね。上からもね。うん。真正面からもね。そう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 。うわ、すごいね。これはびっくりした。気づかなかった。ほら。これ独創性みたいな。わあ。アイディア勝負みたいなとこあるから。すごーい。丸見え。まあ、後ろのみすぼらしさよみたいなところあるかもしれないけど。すごいじゃん。ね。これすごいじゃん、でも。こんな感じで。この間は何なのこれ。この間、ね。これ間なんだ、これ。ここ。これは、あれっす。なんか。なんかこう、ブラック泡の隙間の。隙間の。失敗しちゃったやつみたいな。そうなんだ。あ、そうそうそう。お、いいですよ、でも。うん。うん。いいと思います。あと、降りていって。降りてって。で、今度、寝るところね。今寝るところって、まあ、それで地下行くわけですよ。はいはい。はい。これ、多いなぁ、松明。すごい降りてくるでしょ？あれ？そうすると、あれ？ここに、はい。で、扉があるわけですよ。ありますね。はい。開けてください。パカッ。はい、かまど。これだけのために。え？かまどの部屋。かまど。かまどの部屋だ。これかまど部屋です。うわ、夏場暑いだろうなぁ。もう。この部屋。そう、あのね、迷ったんだ。塔のてっぺんにかまど置くか。地下に置くか。うん、置くか。なるほどね。すごい迷ったけど。すごいな、これ。かまど使うたびにこれ降りてこなきゃいけないの。そう。そうだね。やっぱ。あら。やっぱこの冒険みたいな、はい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 、楽しさ。はい。とか、やっぱ白っぽいの作った時に、やっぱ白ってさ、うん。なんかまあどんなゲームも大体そういう地下ってあるじゃん。あるある。あるね、白はね。そうそうそう。だからその、なんか、ちょっと冒険する楽しみみたいのを、はいはい。こうね、見出してほしいなって、思って。そう、だからここでね、だから寝てみたらいいんですよ。寝たらほら、朝になるから、おやすみなさーい。寝るともうね、次の日の朝だよね。ほら、ほら、すごい。うわ全面。うわすごっ、ね、滝も見えるし。そう。いいね。見えるでしょ。いいね。そうなの。すごいわ。すごいでしょ。いやー、すごかった。開放感があるようで、開放感のように閉塞感がある感じ。そうね、ちょっとここだけ怖いから柵ちょっとでつけてもらっていいかな。柵はね、ちょっとつけ方が分からなかったから。ね、扉ね。そう。はい。でも全然、この後カスタマイズはお互いきっとしたりとかもするとは思う。そうだね。あ、すごい、でも。ほら。びっくりした。すごい、クリーパーいる。やだな。ね、とりあえずね。いいね。そう、こっちの家。いやー、これはじゃあ、さぞでかいように見えて、みたいな。ちょっと上から見ていい？あ、いいっすよ。ちょっとクリーパー、クリーパーがいるのなんか、嫌だな。いいです、全然。爆発しないだろうけど。ちょっと、横側から見てみたい。横っ面。横っ面見てみたい。角度にやっぱりね、この家弱いんだよね。ちょっと気になるわ。若干。横っ面。ね。ちょっと待って。横っ面すごい。ちょっと待って。よいしょ。うんうん。
あ、こんなんなってんだ。すごいな、これ。いや、ちょっと待って待って。うん、どうしたどうした？どうしたの？あー、うんうん、なるほど。なんか横から見るとちょっとロボットみたいに見えるね。そうね、ロボットみたいな感じだね。かっこいいね。かっこいいでしょ。危ない、ここ。今気づいたけど。すごいね。頭とね、胸があって、あれ手みたいだもんね。あの、そう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 。なんか、巨人兵みたいな。ね、すごいね。ね、あれね、ちゃんとね、ガラスとかにちょっと仕方わかんなかったからあれなんだけど、うん、かまど部屋ね、なんとね、うん、海の中にあるの。あ、そっか、すご、そうだね。そ、あ、海の中かな、あれ。あ、そっか。かろうじて海の中にあるんだと思うんだ。すごい。ちょっとね。で、気をつけないと水で入ってきちゃう、うん。そう、一回ね、なんかね、その作ってる時にね、水がなだれ込んできた。あららららら。おおって思って、超すげえ焦ったけど。じゃあ気をつけて使うね。うん、そう、だから下手して穴開けちゃうと、うんうん、入ってくるから。入ってくるから。うん、まあだから、ある意味、ちょっと火事とかになりそうになった時は安全かな。そうだね。うん、あの、穴開ければすぐ消火できる。そう。まあ、歴史はあるけど。そういうことで。あ、でもよかった、うん。いや、思ってたより全然いいですよ。本当ですか？ポチって書いてあるし。これいいね、ポチ、やっぱり。名前が書いてあるの。そう、やっぱ名前は大事かなと思って。ねえ。うん。最初看板みたいなの作ろうかなって思ったんだけど、うん、まあ、なんかちょっと看板もよくわかんなかったし。わかんなかったからね。あんま主張もなかったから。ただ、あれだね、ポチのポは、ポの丸は難しかったんだね。あのね、じゃあ最初ね、書こうとしたの。うん。で、ポを書こう、丸作っただけでとんでもない大きさになって。大きさになるよね。ここ、すごい丸になっちゃうもん、うん、全部ね。そう。ポになっちゃうもんね。そうするとね、もうなんかとんでもなくでかい城になっちゃうから。そう、ちょっと、あれかなと思って。すごいね、これ。ち、ポチって、こっからじゃわかんないわからないでしょ？これね、あれですよ。屋上まで、だ屋上何もないけど、まあ、意味のない屋上に行った人だけが、ポチって呼べるのね。見れる。うわぁ、すげえ。やつですよ。すげえ。あ、馬まだいるな。馬いるな。あっちな。上な。そうだね。よかった。そこもいるね。ああ、よかったです。よかったですか？はい、ありがとうございました、はい。じゃあ次回から、じゃあそれぞれのお家で、そうですね。過ごして、じゃあ今度なんか冒険とかなんかちょっと考えてなんかできると、そうですね。いいですね。冒険かなんかやっつけるとかね、はい、なんかちょっとそこは考えてやっていきたいと思います。はい。せっかく拠点もできたから、はい、これを機にね、いろいろ冒険をしていきたいですね、うんうん。なんか面白いこともしたいしね、いろいろね。はい。マイクラでね。はい。よろしかったら、高評価とチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。